まあ、最近ライトにこういう期待増えてきましたよね、青コーナーみたいな。そうですね、じゃあ第57試合です。そうですね、はじめ今日私こういう期待は3体確認してます。起き上がりの時に、ね、そう、あれだけうまくいければいいんですけどね。ファイト3、今のはね、左足が上がったように見えて、あ、大丈夫か。ファイト、やっぱり固めてる、やっぱりそうでしょう。左足首の問題が動いてないように僕には見える。8 9 10 KO。 あー、1点目を勝者赤、これももう使えませんよ。で、だいぶ取れたんだけどね、スリップだからね。もう私たちは言えないんです、途中では。厳しい、厳しかったんですけれども、勝者は赤コーナーウォーリアです。おめでとうございます。大きな拍手で、ありがとうございます。それでは、エリングお願いします。はい、A リング3回戦に入っていっております。はい、赤コーナーが角製作ヘリオス、そして青コーナー島製作ガッテンダージュリアン。あ、赤立てないよ、そんなことないように。あ、やっぱり立ちましたね。黄色いロボットがガッテンダージュリアン。そうですね、赤い方がヘリオス、ヘリオス、赤コーナー、赤コーナー、手の長い方がちょっと背が、身長が低い。お、わあ、今のはね、今足払いのように見えました。どうでしょう。あ、ちょっと待ってください。ボナフィーが出てます。今の申告により技じゃないと。なのでどうか、優しい、優しいし、優しい。今のですね、今のはですね、赤コーナー、もろ手刈り、柔道で言えばもろ手刈りのように両手で相手の足を抱えて投げたように見えてレフェリーがダウンを宣告しましたが、スリー、赤が、ワン、本人からの申告で、いや、攻撃じゃなくて偶然です。これこそがスポーツマンシップですよ。なのでノーカウントになりました。いや、素敵なスポーツマンシップ、ありがとうございます。本当ですね、まあ、今日一の温かい気持ちになっております。スリー、では、ワン、これで延長戦かな。トゥー、延長戦、そのままベンチ効果もありません。はじめ、有効な攻撃を出す方が、ダウン、おっと、かわいいったけど、これはかわされた。スリー、離れて、ワン、これかい、ファイト、この技使えないんですよ。スリー、ファイト、青コーナー狙ってましたね。うん、このタイミングを、今かと、あ、後ろ取られてる。あ、早い早い早い、反応が早いですね。これも違いますね。これも絡んでますね、はい、話します。延長ですから一瞬で決まりました。先にポイントを取ったスリー、ワン、ファイト、ちょっと離れて、はい、これね、はい、やめにね、大話、大延長、大延長、おお、珍しい、はい、再延長っていうのは珍しいです。いい戦いです、それほどいい戦いだったということで、判断しにくかったでしょう。赤コーナーヘリオス、はい、データジュニア、無念感、はじめ。さあ、これで、再延長ですからね、まあ、ルール的には同じですから、ダウンを奪った方の勝利。さあ、お互い間合いを取って、あ、パンチは空振り、投げに行ったけど、これも捕まらない。はい、どうしたらよろしいですか。足を狙ったけど倒れない、はい、それは第67試合です。コーナー足狙いましたよね。いや、いい戦いです、ね、スリー、ワン、はい、ツー、ファイト、明らかに間違ってやっちゃったっていう。はい、同じ技を2回、あの、警告されてる、再延長されてる技をまたやっちゃったんで、ね、はい、イエローが出た、再延長の時間もわずか、はい、おー、またこれもタイムアップでしょ。これはもう、2、
前に出たので、勝負が